演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちらファミリーマートでいろいろ焼き菓子を買ってきましたので、今日は食べたいと思います。まずはこちらに5種類のクッキーいっぱい、どれも置いてます。ゴロゴロとマカダミアナッツとか紅茶入りとかスノーボール、ミルクチョコで、これは果実とくるみ、中にはこれはこの1枚タイプの巨大大型クッキーからゴロゴロチョコとマカダミアナッツですね。ちょっとこれ剥がすのに手間取りました。でこんな大型ですね。中身はやっぱり大型だけでしっとり系かな、カントリーマン。ではいただきます。サク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 、どれも美味しいなと思ったらちょっととろーりのもある。最初に食べたこのマカダミアナッツのクッキーは大型クッキーには最初によくある、最初に言ったようなしっとり系で、しっとりとした生地の中からチョコの甘さがうまく広がってきましたね。ただマカダミアナッツの存在感がちょっと薄かったのが残念でした。であとのこの紅茶のクッキーは紅茶の香りが噛んだ瞬間にしっかり口の中に広がってきて、ちょっと大人向けの味わいですね。でも甘さもあったので美味しかったです。そしてこちらのスノーボールクッキーはちょっとミルク感があってサクサクと口の中でずっとうまいこと中の空洞をかみしめることだけで美味しかったです。スノーボールで中の空洞が本当にいい味を出していましたね。でこのとろけるミルクチョコクッキー、こちらはクッキーでいえばチョコレートのような気がしましたね。ちょっと食感のあるチョコレートといった感じで口の中でふわっととろけていきました。でもクッキーとはちょっと違う感じで、クッキーの中ではこちらの果実とくるみのザクザクキーが自分の中で一番美味しかったです。ザクッとした音と食感、そして果実の甘酸っぱさが口の中で広がってとっても美味しかったので、こちらをこちらの点数とさせていただきます。今回結構いろいろあるので全部審査すると長いんです。なので部門ごとに代表者というような形でやっていきたいと思います。次はこちらワッフルとバウムクーヘンです。どちらも発酵バターを使った通常版とかぼちゃが練り込んであるバージョンがあります。あれこのバージョンの時前も食べたかな、まあいっか。でははい、断面図こんな感じです。ではいただきます。しっとりもさっくりも、そしてかぼちゃの甘みも全部感じられる。バウムクーヘンもワッフルも生地の食感はどちらもやっぱり同じでしたね。でそこで、ね、かぼちゃが練り込まれているタイプとそうないタイプ、まずこちらバウムクーヘンについてはどちらもしっとりとした生地の中からバターの香り、かぼちゃの甘みを感じることができましたし、こちらはワッフルも同様ですね。こちらはちょっと固めの生地ですね。でもやっぱり焼いたさっくり系のワッフルではなく、ちょっとしっとりしたワッフルですね。でこの中ではこちらのちょっと段取り悪いね、発酵バターを使ったワッフルがちょっと甘みも感じられてとっても美味しかった。かぼちゃの甘みとはまた違ったちょっとミルク感のある甘みが良かったですね。というわけでこちらはこちらの点数とさせていただきます。で続きましてはこちら一口お菓子形ですね。まあちょっと違うのもありますけど、ではこちらのちょっと異質な素材、小豆もなかから食べていきたいと思います。唯一の和ですね。ああ崩れてきた。おーちょっとねっとりしていますね。でも見えますか、あんこ。ではいただきます。安納芋のタルトが特に甘くていいですね。でもそれ以上に来るのがある。この小豆もの皮、外側のしっとりとした皮の中から優しい甘さのあんこが出てきて、ちょっとサクッとした皮の後にあんこの甘さがふわっと広がってとっても美味しかった。そして気になる安納芋のタルト、これは上に乗っている安納芋あんがちょっとさっくりとした自分好みのタルト生地によく合って本当に美味しかったです。サクッとした音良かったですね。で次はこのこだわりバターを使った発酵バターはただこだわりのフィナンシェちゃんと言えって話ですけどね。まあ、噛んだ瞬間に先ほどのバウムクーヘンやワッフルと同様にバターのうまみがちょっと広がってきてシャキッとした外側の食感もあってとっても美味しかったです。固めでですね。でその観点でいくとちょっとこちらの紅茶のフィナンシェは生地が紅茶目でちょっとしっとりしていて、発酵バターのフィナンシェが見るとちょっと劣っちゃうかな。紅茶の香りはいいんだけどという部分があったのが残念でした。ただしっとりとした食感が好きな方はこちらの方がいいかもしれませんね。でこの安納芋さんクリームサンドのふんわりバウムは中にホワイトチョコも入っていてちょっとパキッとした食感があって先ほどのバウムクーヘンとはまた違った美味しさがありました。手でもお手軽に持てるというのもいいですね。ただ安納芋がタルトに比べるとちょっと劣るかなという部分があるのはちょっと残念でしたね。でこちらのローストアーモンドの香ばしフロランタンはザクッザクッとしたアーモンドと生地がとっても美味しかった。香ばしさも本当にありましたね。ローストというものだね。これが今回の中で一番美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。これも巨大化して食べてみたいな。では続きましてはこっちの方がいいかな。なんかだんだん雑多になってきましたね。ビスコーン、アンパン、マカロン、マドレーヌと。ではこのアンパンからいきたいと思います。さっきもあんこからいきたいな。はい、山崎の薄皮あんぱんよりさらに小さいですけどちゃんとあんこ入ってますね。ではいただきます。あんぱんとバナナ、あんぱんとバター美味しいな。バナナのマフィンはいまいちかな。このもっちりとした食感の一口あんぱんは本当に外側がもっちりしていてちょっと弾力もあり、それを噛んだ瞬間にあんこの優しい甘さが口の中に広がって美味しかったです。いっぱい入ってましたので分け合うのにもいいですね。で次はこちらのチョコチップとバナナマフィンはバナナの香りはしたんですがちょっと味がバナナの味があまり感じられなかったのが残念でしたね。バナナを求めてしまうとかもしれません。チョコチップのもうちょっと食感不足でちょっと今回の中ではいまいちかなと思いました。もうちょっとバナナ感じたかったな。でこの発酵バターを使ったこだわりのマドレーヌは結構マドレーヌって結構小さいイメージは自分の中ではあるんですけどこれは結構大きめで外側もサクサクっとしていてバターの香りも口の中に広がってきました。ちょっとミルク感のある甘さ、なんか発酵バターを使った商品でこれよく言ってますね。今回がもうしっかりあってとっても美味しかったです。そのつながりでいくとこちらも甘さはあったのですがちょっとボロボロ崩れやすかったのとなんかこういう形だったら2、3個しか入ってなくて分け合うのにもちょっとというような部分があったのがこちらのスコーンは残念でした。3つ作るよりはなんか一塊にして大きな1つ作ってほしかったなというような部分があります。なのでこの中で一番美味しかったのはこちらのマドレーヌでこちらの点数とさせていただきました。でラストはこちらにある4種類のケーキやケーキ、はい、パウンドだったりロールだったりではこの中の唯一のロールから食べていきたいと思います。入念な包装だね。外側に袋に入ってさらに包まれてるなんて大切に扱ってもらえてちょっと羨ましいかもしれないです。ではその大切に扱われているロールケーキ自分も食べるときも大切にしないとねって思ったらこんなことになっちゃったし中はこんな感じですね。ではいただきます。濃厚だったり甘酸っぱかったり芳香な香りがしてどれも美味しいです。紅茶のロールケーキはフィナンシェなどと同じ優しい紅茶の香りとほんのり甘いクリームがよく合っていて、とっても生地もふんわりしていましたしね。そして2つ目の厚切りチョコケーキですが、これは美味しかったし、チョコが濃厚で美味しかったのですが、大きさ的に1人で食べる量だと思いますので、これだとちょっと飽きるかなという部分があったのは残念でした。ちょっと分厚すぎるのでチョコが濃すぎる、そんな感じで、さすがに甘いもの好きの自分でもちょっとそう感じたので、ちょっとこの辺りは改善の価値があるかもしれません。で、この流れでいきますと、こちらフルーツ入りのパウンドケーキは甘酸っぱさがあってあまりしつこさがないので、チョコレートのケーキに比べると食べやすかったです。結構甘酸っぱさがいいですね。そして最後となります紅茶のパウンドケーキ、これもロールケーキと同様、紅茶の優しい香りが口の中に広がったのですが、クリームがあって変化があるロールケーキに比べるとちょっと変化欲しいかなと思えた部分がありますのが残念でした。というわけで、この中ではこちらのロールケーキが一番美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。本当は全部審査したいんですけど、時間が結構かかる上に味を覚えるのも結構大事ですよね。というわけで、ファミリーマートの焼き菓子とっても美味しかったです。で、他にもまだいろいろあるみたいですし、コンビニの新商品は立ち代わりが激しいので、いつどんなのが出るか分かりませんが、今後もまた機会があれば食べてみたいと思います。それでは、コマ回す少年なのかな、青なので青い服で少年だと判断しているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。